写真拡大。全2枚。セリーグ、ヤクルト阪神2回戦。24日、神宮、阪神のボア、前エンゼルスが開幕から19打席目で今季初安打を放った。7回の第3打席、ヤクルトの清水に追い込まれながら中前に運んだ。待望の快音にガッツポーズを見せた。第1打席は賛否、第2打席は見逃し三振だった。23日のヤクルト戦で、1983年のバースが持っていた15打席連続無安打の球団新外国人野手ワースト記録を37年ぶりに塗り替えていた。